とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ちょっと新しいエンチャントに挑戦してみようと思います。このエンチャントですね、スパイダーアーマーの無謀です。無謀ね、HP が 60% 減少するから、ダメージ軽減があった方がいいのよ。35% ダメージを軽減するっていうスキル。でも、スパイダーアーマーついてないけども、6% 吸収するし、攻撃速度上がって、なんとかなるかなと思うんだよね。とりあえず、どんな感じか言ってみましょう。多分、季節のクエストの時が、このね、1だったのよね。近接プラス 40% のダメ、HP60% 減少だったんだけども、近接 80%。 どう？多分ね、ワンパンでは倒していけるとは思うんだけども。行ってみましょうか。クールダウン、ポーションバリア、無謀です。黄金では、霊気1。まあ、微妙だね。ついてます。行くぞ！それでは、カボチャ行きますね。苦痛の矢に変わって、ゾンビの、ベビーゾンビの速度30。おい！お前か！なるほどね。ああ。ダメージは食らうね。ああ。ダメージは食らう。でも、まあまあまあ、いけるんじゃないの？これぐらいな感じだったらね。いや、わかんない。まだ先にまで行かないと、わかんないけど。まあまあ、いけそうな感じではあるよ。え、これ本当に 60% 減ってるの？ああまあまあまあ、普通に矢を食らうよりは断然痛いけども、いけなくはないんじゃないかい。はい、キャプテンは探しながら行きます。いいよ、 OK。 はたはた、神秘なんだ、略奪者に変わります。 OK、 そんぐらいだったら全然いけるね。ちょっと矢が不足しそうなので、できれば矢をたくさん出してくれれば嬉しいけども、うん、もうあの船の中とかまで行って矢を探しながら行きましょうかね。うん、 OK。 やっぱりね、無謀をするならばこの怒りじゃないとダメですよね。もともとの攻撃力プラス 80% だから、もう常にアーティファクトシナジーが発動してる感じ。うんうん、やっぱこれとの相性は抜群だな。間違いなく強いと思う。おお、いたいた、びっくりした。じゃあ、あぶな、怖かった。おお、トゲも全然突破できたね。なんだプレイヤーひどくないか。え、 60% 減少してさらにそっから 40%？これ 75% 以上多分 HP 減ってるな。これはえぐい。これはひどいぞ。多分、常にポーションバリア貼っとかないと、即死んじゃうんだろうね。これは。うん、普通の矢食らっただけで、あ、いやでもそうでもない、そうでもない。いや、一発ぐらいは全然耐えれるんで。いけてるいけてる。で、この先にはキャプテンいるんでしょ、どうせ。いるんだよね。おーし。敵の一発一発が怖い。お前らも倒して、矢を出してくれ。あ、でもまあまあ、こんぐらいありゃまあまあ、いけるか。しゃあ！どこだ？いたいた、ダイナモで削る。いいよー。で、今日いいと、はいはい、 OK。 もちろんキャプテンは全部探しながら行きます。もうすでに2、4、5、おお、 3体か。もうすでに3体いる。これは6体全部出る可能性ありますね。いや、しかしきついな。これはつらい。
中間地点来ましたね。いやーこれきついわ。次の変更点で敵の攻撃力が上がったりしたら確実にワンパンコースだね。あぶねー、これ確実に倒していかないと。じゃあオッケー、まだいるんかい。よし、怖い、やばいやばい、もう一発が致命傷っていうことが分かってるから怖い。いくぞ、ジーッ、しゃあ OK。 矢が嬉しい、本当に矢が嬉しい。よし、とりあえず中間地点過ぎましたね。キャプテンはこの先にもいる可能性あるね。行きましょう。しっかりとポーションバリアは、おっとレッドストーンローレム、どこだ。しゃあ、危ねえ、この地雷踏んじゃダメだよ。地雷踏んだ多分一巻の終わりだから。あっ、わあスケールびっくりするやん、やった、マジか。あそこアイテムあるけどいいか。あ、でも霊気も対応はしやすいよね。普通よりもこのスパイダーで攻撃速度上がってるから、普通の装備よりも。何？なんかいた、びっくりした、危ねえって。対応はしやすいよし、危ねえぞ、ガイシェイ、よし、どんどん来い、危ない。こういうね、途中途中のアイテムはしっかり取ってちょっとでも軽減ができるようにしていきたい。よし、死ぬ死ぬ、つらいぞえぐいえぐい、よし、ふう、ああもう地図見てるときはやめてくれ。行きます、もうとにかくまっすぐね、まっすぐ下だ。よし、どんどん行こう。今のぐらい敵が出てきてくれれば対応しやすいよね。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、もうポーションバリアの時間見てなかった、もう最悪。あ、でもまだまだいける、まだね、死んでも大丈夫だから。よし、でも極力は死にたくないんだ。お前か、あぶねえ、死ぬ死ぬ死ぬ、あぶねえ、死ぬ死ぬよ。よし、オッケー、オッケー、ふう、あ、ちょっとお前こっち来んな、こっち来んな、怖いって。ああもうこっち来んなって。この先、キャプテンあと1体ぐらいいるかな。行きましょう。あ、ちょっと待って、ポーションバリアが使えるよ。あぶねえ、怖え、あ、ちょっと待って、なんかやばそうな演者だったか。ちょっと待って、動けない、雲がいたか。ふう、あーマジで入れってこと、やべ、この中か。うん、この先には多分もうボスがいるだけだから入れっていうことですね。もう行きましょう。嫌だよ、基本行きたくないよ。危ねえ、よっしゃ、マジか、嘘でしょ、よし、オッケー、ほわ、よっしゃ、これ全部ね。何何何何になった、略奪者に変わるね。まあまあまあいいでしょう、これぐらいだったらいいんじゃないですかきついけどね。いきましょう、あ、やべ、よし、しゃあ、危ねえ、とにかくポーションバリア切らすな、まずはそれだけ、それだけを守れ、 OK。 あー、ちょっと待って、うわ、うそ、倒しきれなかった、あと1回死んだら終わりです。
なんとかクリアしてやる。絶対してやるからな。よし。うん？OK。ちょっと待ってね。ちょっと安全に行きます。ふぅ！よし。はい。はい。ちょっと待って。止まっちゃダメだって。お、来たんじゃない？もうボスに。あ、ボス来た。よかった。ナイトモードじゃなくて、一安心だね。ナイトモードだったら、このポーションが回復するまで待てないからね。よし、では、ラスト戦闘行きましょう。無謀 HP40% 減少。むちゃくちゃきついです。いけ。OK。どんどん出てきて。どんどん出てきてくれないと、ポーションバリアが切れちゃうんだ。やばいやばい、切れる切れる。よし、OK。OK。いいね。まだ来やがるか。こんにゃろ。いいよ。そろそろボス。いや、まだだな。おう、まだ来ないで。おお、そっち側からか。オッケー。はい、戻ってきました。無謀は俺は使いこなせない。ちょっと難しいよ。もともと HP 減ってるのに、今みたいに HP がさらに減っちゃうと、ポーションバリア使っても貫通するもん。ワンパンで死んじゃう。もうとんでもなかったな。まあ場所にもよると思うけども、ちょっとね、俺はちょっと難しかったです。で、使うのであれば、やっぱり 35% 軽減。軽減がついてる装備で、無謀は使っていきましょう。ついてないと本当に痛い。貫通して死んじゃいますね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。